ちゃこんにちは。はい、はい、豊さん、はい、またちょっとニュースが飛び込んできましたので、はい、緊急動画ということで、緊急トレードね、はい、はいはい、なんとなんと、まあ、ファンの方も待ってるみたいで、はい、緊急動画をそうそう、なんかね、つぶやいてる人いたよね。そうだな、なんか今頃高木豊カメラに向かってるみたいなね、急いでカメラ回してそうとか、はい、まあそういうことで、ね、本当に急いでドタバタと撮っておりますが、ちいちゃなエプロンしております。そう、お昼ご飯作ってたからね、はい、ということで、はい、ということで、ね、はい、なんと中日の中日と楽天との間で、はい、まあ緊急トレードが行われて、うん、そのメンバーは誰かというと、選手は阿部、はい、マスター、マスターと言われてるね、はい、相性が、まあ、32歳と涌井、はい、涌井投手、ね、まあ、36歳、はい、まあ思惑が一致したということで、うん、まあトレードになったみたいなんですが、はい、内野手と投手のトレードですね、はい、まあ、先発ピッチャーと、まあ、内外野阿部はできるからね、はい、今年の場合は外野手もやったりだとか、うんうん、まあ、いろいろやったけども、最終的に内野手不足で、うん、また内野に戻ってきたというね、はい、で阿部というのは、まあ、ショート以外だったらどこでも守れるという、うん、まあ、ユーティリティに近い、はい、選手でね、はい、でね、俺思うんだけど、うん、中日阿部出して大丈夫かなという不安があるんだよね、うん、まあ、なぜかというと外野手登録の選手がたくさんいるんだけど、はい、内野手が不足してんのよ、うん、で今年のドラフトで、はい、まあ、3人ぐらい内野手を取ってあるんだけども、うん、それがすぐ使えるとは思えないんだよね。なるほど。で日本人の野手で阿部、うん、が一番俺今年活躍したし、中日の選手で、うんうん、勝負強かったっていう思うんだよね。そういう印象はありますよね、うん、だからその32歳、もう脂が乗り切ってる一番いい時にこれ阿部を出すっていうのは大丈夫かっていう、まあちょっとした不安があるのね、はい、で涌井36歳、はい、うん、まあ、投手、はい、まあ、バンテリンドームものすごい広いし、うん、一番そのホームランが出にくい球場、はい、で投げられるというのは、まあ、36歳、うん、選手生命を考えた時には結構いい選択なんだよね、まあ、選択っていうか、まあ、トレードだから選択肢はなかったと思うけども、うん、いいところに入るよね。うん、ただ打ってくれないよっていうこと、援護点がもらえ、あんまりはもらえないよっていうこと、うん、打たれない代わりに、うんうん、点ももらえないという、はい、でも粘りづらいピッチャーだからね、涌井はね、うん、まあ、今年の場合は骨折とかあったりとかいろいろして、そうですね、まあ、自分のパフォーマンスがねなかなか出せなかったけども、うん、でも復帰してからはやっぱ粘りづらいピッチャーだし、はい、コントロールのいいピッチャーだから、うん、非常にいいピッチャーを補強したなという、うん、どうですか、中日はね、中日にとってはそれは楽天にとっても、うん、右の内野手だから、そうですね、で勝負強さも持ってる、そこがね、楽天はちょっと手薄というか、そう、右バッターがね、うん、まあ、右バッターはそのパンとくるのが浅村ぐらいしかいないわけだから、うん、まあ、ただ阿部にとっても学生時代ね、明治大学の、はい、まあ、島内だっけ、はい、そうですね、同級生で、うん、また一緒に戦えるということでね、うん、だからトレードがあったとしても、はい、すごく働きやすいような、まあ、東北出身だしね、そうですね、うん、環境にはあると思うんだけども、うん、俺心配なのがやっぱ中日だよね、うん、これ本当出して大丈夫って、なんかさね、え、阿部って中日の阿部だよね、何回か言ってましたよね、うん、いやだから今年活躍した選手でね、うん、まあ、非常に成長を見せた、まあ、岡林、はい、外野手ね、うん、それとやっぱ日本人野手では、はい、まあ、大島も頑張ったけども、うん、やっぱこう一番勝負どころで働いたなっていうのは阿部なんだよね、そうですよね、打点も多いですしね、うんうん、だからこの選手を取ってもう涌井もいいピッチャーなんだけど、うん、出して俺は中日はピッチャーいると思ってるから、そうですよね、出して大丈夫なんかなっていう、うん、内野手ドラフトで取ったけども一人なんか完全に計算ができる選手だからさ、阿部って、はい、これ出して大丈夫かっていう不安ばっかりがちょっと募るんだけどもさ、はい、野手の中でってことですよね、ピッチャーが補強できたということでも、そう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 、うん、いやそれは涌井もね欲しいっちゃ欲しいよ、はい、
そうですよね、あの粘り強さとあのコントロールと、うん、まあもう淡々と黙々と投げるね、うん、涌井っていうのはなんかもう中日のなんか雰囲気も持ってるし、はい、そういった意味ではいい選手を取ったなっていうふうには思うんだよ、うん、はい、思うんだけど、出ていく選手が阿部じゃなくてもよかったんじゃないかなっていう、なるほど、じゃないと成立しなかったのかなっていうね、まあ、そうなんでしょうね、バランスというか、そんな感じはするんだよね、はい、うん、だからまあまあ立浪監督の中では、はい、じゃあもうチームを変えていこうと、うん、でもう積極的に若手をもうあの使っていくと、うん、でいるとどうしても頼っちゃうから、もう とにかく出しちゃえと、うん、出してもう若手にもうそこの枠を開けて、もうどん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 若手を起用して、もう成長させる、経験させる、もうそうやってさ、腹が決まってるんだったらもう仕方ないと思うんだよ、うんうん、まああれですかね、こうね、順位なんかも今シーズンっていうのはなかなか振るわなかった分もあって、まあそうだね、大改革をしようというようなこともあるんでしょうか。まあ大改革をしなきゃいけないような中日は時期に来てるよね、うん、やっぱ外野手もそうだし、はい、まあ、内野手もそう、うん、まあ、手薄だよね、うん、両方ともで、ピッチャーの方は豊富なんだよ、まあ豊富っていうほどの豊富ではないけど、まあでもいいピッチャーはたくさんいる、うん、成長過程のピッチャーもいる、はい、まあ、その中にベテランが入った、まあ、そうなってくると、まあピッチャーはある程度の安定期なんだよ ね、そうですね、後ろの外国人も安定してるし、まあ、それを考えるとあとは野手をどう育てていくか、うん、で阿部がいるとどうしても頼るんだよね、うん、まあ、そうなってくると使えなくなってしまうから、うん、もういっそのことを、若手を使うために席を空けたという、うん、で楽天の方は、まあ、涌井がいなくても、うん、まあ、今年怪我でいなくて離脱した時も、うん、まあ、いろんな選手がピッチャーの中で奮闘して、うん、まあ、頑張ってたからね、はい、まあ、そういう成長過程のピッチャーもたくさんいるし、うん、ね、まあ、それよりはやっぱ右のバッターが欲しいと、バランス的にはね、うん、だからまあ阿部っていうのはもう本当に阿部もこう涌井も双方働くとは思うけどね、はい、働くと思うけど、このトレードの中ではやっぱ中日がちょっと心配だというね、もう意外中の意外でしたか。ああ俺は俺はちょっと、本当に阿部なのかって、いやちょっと疑ったけどね、中日の阿部だよなって何回か言ってましたよね、うん、涌井はね、うん、もう西武から始まって、うん、ロッテ行って楽天行って今度中日、うん、まあ4球団目なんだけども、うん、まあ割とこう出やすいし、うん、まあ出るのが慣れてるよね、うん、で出されるっていうことも慣れてると思うんだけども、はい、まあ阿部本人もちょっと意外だったと思うよ、うん、うん、ね、いや望んでのトレードではないと思うんだけども、はい、で行く球団が楽天ということでね、うん、その出身地に近かったり、うん、もっとチームメイトがいたりとかっていうことで、まあね、ちょっとはこう緩和される部分があったり、まあ、働きやすい環境ではあると思うけども ね、それはとても大事なことですよね、うん、ただね涌井投手は初めてセ・リーグに行くっていうことになりますけど、 そうだね、そこら辺っていうのはどうですか。セ・リーグのピッチャーって割とね、うん、駆け引きをしていくんだよね、うん、例えばボールの出し入れ、はい、外のストライク、外のボールをこうやって出し入れがすごく得意なピッチャーだし、うん、駆け引きができるピッチャーだから、はい、セ・リーグで十分通用するんだよ。なるほど、うん、それとやっぱこうコントロールで決して高めに投げないという、だからそういう意味からすると、うん、バンテリンドームも広いし、うん、非常に働きやすい環境に来たのかなっていうふうに思うよね。うん、なるほど、うん、だから涌井にとっては選手寿命を伸ばすにはすごくいいトレードだし、なるほど、うん、うんうん、打席にも立つ機会がありますね。センスあるよ。本当ですか、うん、まあ言っとくよ、1年間働いたら間違いなくゴールデングラブ取るよ、うんうん、涌井はそのぐらい能力が高いピッチャーだから、うん、うん、だからまあコントロールもいいし、はい、守備力も高いし、うん、牽制もうまいし、うん、だからピッチャーとしての備わってない部分っていうのはそんなにない。なるほど、うん、だからもう本当にいいピッチャーを中日は取ったなと思う、はい、おめでとう、はい、だけど内野手が一人減るということ、うん、でも楽天はやっぱり右バッターを取れたことでおめでとう。本当そうですよね、うん、ということで思惑は一致してるんだけど、うん、俺の個人的な感情かもわからないけどもやっぱこれ内野手出していいのっていうのが、うん、ちょっとこの緊急トレードで感じて驚いたことでした、うん、一番の一番、ね、このトレードでの思うこと。そうだね、うん、まあね、
本当にこれもなかなかびっくりするニュースでしたけど、まあ、そうだね、楽しみでもありますね、まあ、楽しみだね、活躍はね、各ねチームに行かれてどうなるかっていうのはね、うん、そうそうそう、だけどさ、マスターっていう風な愛称がついて、うんうん、やっぱ中日の中でも人気選手だったと思うんだよね。いや、そうだと思いますよ、うん、だから中日ファンの方は、うん、あのすごくちょっと寂しい思いもするかなと思うよね。いや、投げかわしいとこですね。投げかわしいな本当に、まあ、投げかわしい、まあ、そこまで大げさな表現を使うかどうかは分からないけど、いやでもね、ファンは多かったと思いますからね。まあ、そうだね、うん、でもまあ緊急トレード、まあ本当ね、ちょっと大型トレードのような感じがするよね。そうですね、うん、やっぱもう主力だからさ、お互いが、うん、だからどんな活躍を来シーズン見せてくれるか、はい、ね、本当楽しみだよね。はい、はい。